駐車場から歩いてきてます。そうだと思う。あそこを左曲がれば、うん、狭い路地をここまで来てポッと出たね、この道に。ああ、勉強してる人がね、プリン、そこが味噌。富岡製糸場に、ここは何？バス停。旧ニラ塚製糸場周辺。今私たちここでしょ？はい。はい。繭所の2階に上がってきました。ここは地面を発掘しています、下からレンガとか食器とかね、瓶とか出てきます。そして東繭所の 2階に入ってみます。交代してください。でぐるっと一周してきます。すごいです。100何メートルとかって言ってた、広いね。靴を脱いでお上がりください。社宅暮らしのギャラリー。おお、モノクロ写真、足踏みミシン、
畳のね、社宅です。ここで4人家族ぐらい暮らしてたのかね。ご飯食べて、うん、布団敷いて。あ、なんつかしい、ライオンクレンザ ー、 あークレンザーね、うん、あのポットも懐かしいね。ああいうポットだったよね。ああ、ほんとだ。今度まで行くなんだ。懐かしいです。なんか寒そうだな、冬は。風通し良さそうね。一軒家って寒いんだよね、うん、あ、タンス一応壊れたから取り替えましたよ。Thank you.